回は、1月12日のエラッタで、制圧2から3になったアンコモン召集を紹介していくで。計略の決死戦闘は式4で武力プラス6兵力プラス 90%。7.5 カウントの効果終了時に兵力が 60% 減少。戦国の毛利おなじみの決死、大磯圭也よ。あの開幕の総崩れ状況から、色差なしで内乱を止められたのは、この制圧力と決死戦法ならではの活躍やな。やっちまったぜ。浮いてろ。
敵を抜いてな。ているぞ。白き雨線は伊達ではないぞ。争いは嫌です。銃器、勇気、そして攻撃。決戦に挑むのです。どうやらぶっ殺されたようだな。逃がさない。お前は仕留める。待てよ、悪い冗談だろ。好きなところに向け。ホーム解放。マスター
ぞ。防備を固めよう。こういうミスがあるから、アササスするときは回転だけで槍を出せるようにするのが理想やな。使用感を確認する機会を伺い中。ご視聴ありがとうございました。制圧3で内乱を止めて、計略で一発をねじ込む良いカードになったと思ったです。